おはようございます、こんにちは、こんばんは。フィリピンアイです。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。バタンガス州のタールボルケーノからの火山性スモックを吸い込んだ後、36人の学生が気分が悪くなりめまいを感じ病院に運ばれました。これに伴い、バタンガス州災害リスク軽減及び管理局は、タールボルケーノに近い様々な学校で即時の休校を命じました。バタンガス管理局の報告によれば、金曜日の昼前に、バタンガス州のマタアスナカホイにあるバヨルボールナショナルハイスクールとバヨルボールシニアハイスクールから36人の学生が地域の保健センターに運ばれました。学生たちはタールボルケーノから噴出したスモックを吸い込んだため、胸の圧迫感、呼吸困難、めまいを経験しました。また、いくつかの学生は腹痛や体力の低下を感じ、スモックを吸い込むとほとんど倒れそうになりました。一方、またアスナカホイの副市長であるジェイ・イラガンは、主治医療を受けた後、金曜日の午後から土曜日の朝にかけて、ほとんどの学生が自宅に帰ったと述べました。現在、イラガンによれば、病院には一人の患者しか残っていないとのことです。水曜日からタールボルケーノから硫黄が噴出し始めたとの報告が寄せられています。一方、タールボルケーノは警戒レベル1のままであり、蒸気噴火または火山性地震、雨水火山灰、および火山口からの有毒ガスの噴出が可能であることを示しています。現在、フィルボルクス及び地元の役人がバタンガス州での監視を続けています。以上です。続いてのニュースです。フィリピン、マニラ、フィリピンの出入国管理局の職員が、TikTok でパスポートを購入したと判明したフィリピン女性を逮捕しました。この女性は9月5日にニノイアキノ国際空港ターミナル1で発見され、彼女の名前はジョセフィンとされています。彼女は人身売買の被害者で、キプロスのエルカン行きの飛行機に乗る予定でした。ジョセフィンは移民職員にベルギーのパスポートを提示しました。しかし、移民職員は彼女の陳述が一貫していないことに気づき、彼女を第二次検査に送り、文書を行為学的に調査するための手続きをしました。実験室でジョセフィンのパスポートが偽物であること、さらに彼女の居住カードと移民スタンプも偽物であることが確認されました。しかし、ジョセフィンはベルギーの市民であると主張しました。しかし、逮捕されるとフィリピン人で以前はイスラエルでオーバーシーズフィリピノワーカーとして働いていたことを認めました。彼女はイスラエルで無効なビザで働いていたため、イスラエルから追放されました。そこで彼女は TikTok のビデオで EU パスポートを提供するセラーを見つけ、様々な国でビザ不要の旅行ができるという約束とともに、70万ペソ、約180万円を支払って偽の文書を入手し、ギリシャで月給18万ペソ、約47万円で介護士として働く予定でした。彼女は人身売買に対抗する政府間協議会の管理下に置かれ、彼女をサポートし、勧誘者を起訴するための措置が取られることになります。情報は以上となります。最後までお付き合いいただき、大変ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。またチャンネル登録、高評価いただいた方へ、大変ありがとうございます。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。では、ごきげんよう。